場して初めて一本で勝つことができました。決勝戦まで突っ走っていくので決勝戦楽しみにしていてください。決勝戦楽しみにしていてください。ありがとうございます。いいんじゃない、盛り上がるんだよ、心折る試合ですね。いかがですか、相手決まりましたけども。ああ全然盛り上がるからいいじゃないですかね。まあまあ力もついてるし厄介ですけど、まあまあ、めっちゃ面白かった。まだ違うでしょまだ違うでしょ多分。朝倉取り方ですよね。イカの神童ラストアップ世界女王レイラシュート。朝倉環奈二十歳、八地雄介、森高則、いよいよレイラ戦ですよ。はい、レイラさんって本当に仲良かったの。仲良かったですね。てか仲良くしてもらってて、練習も一緒にしてたし、一緒に山本美優さんの対策とかもしてくれてたので、一緒に帰って電車でずっと喋ってた時期もありますし、帰り道方向一緒だったんで、一緒に遊びにも連れてってもらって花屋敷行きましたね2人で2人で行きました。で2人でもなんかすごいちっちゃいジェットコースターあるじゃないですか、もう叫んですごい楽しくて、でご飯もごちそうしてくれたりとか、で誕生日プレゼントももらったりとか、ほんと仲良くしてもらってて、ランニングシューズ買ってもらいましたね。ずっともうトレーニングの時も今も使ってるんですけど。こっから勝負どころね。あ、これレイナさんもらったやつだって思いながらトレーニングをしてたし、でそれをずっと入場で履いてたんですよ。だけどなんかちょっとどうかなと思って、ちょっと履かないようにしようかなとか思ったりとか、今まで仲良かった人とこう対戦することってあんまなかったんで、いや私だってやりたくないんですよやりたくないんですけど、まあまあしゃあないかなと。本当試合の時は試合の時だってもう言ってもらえたんで、それで逆にこう、あ、そっかって、そこもレイナさんに助けてもらいましたね。来年以降のこの日本の女子格闘界を引っ張るのも果たしてレイナか朝倉環奈か。朝倉環奈選手の入場です。本当にここまで来たんだなって感じでしたね。試合前は4年前ぐらいに初めて格闘技を見に行ったのがレイナさんの試合で、その時に言われたんですよ、六谷先生に。お前もここまで行くぞみたいなことを言われて、まさか本当に六谷先生の言う通りになったんだなっていう、なんか不思議な感覚でした。赤コーナーよりレイナ選手の入場です。入場の時はあまりレイナさんの入場って見ないようにしてましたね。もし見ないでも絶対集中と思って、こう見ちゃってたら多分足も止まっちゃうだろうし、集中も切れちゃうだろうし、絶対見ないようにして待ってましたね。日本人対決、レイラ VS 朝倉環奈、ライジン初の女王はこちらの拳で。ライジン女子スーパーアダム級トーナメント、いよいよ決勝を迎えました。環奈です。環奈 T シャツ、プロバージョン。勝った方がライジン初代女王チャンピオンベルトをポシリン・マッケンリーを得ます。リング上で向き合いました、はい
なんか喋ったりした喋ってる。いや全く喋ってないです。もうこの時はでも本当にもう相手として見てるんで、うん、勝つってやっぱ思ってましたねこの時。はい、さあ火花散る女の戦い決勝のゴングです。第1ラウンド、レイナさんつかつかつかっと歩いてパッとセンターを取るというですね。いやレイナさんもめちゃめちゃ怖かったです。打撃のプレッシャー、距離感の取り方ですよね。まずはタイムで言うとレイナの方はいわゆるスタンドストライカー、まあ、パンチやキック、まあ、立った状態の攻撃が、まあ、メインバックボーンに持っているのはシュートボクシングです。そうです。カンナ選手はだから、レイナ選手のパンチに合わせて、はい、蹴りに合わせてタックルに入ってテイクダウンしたいところだ、ね。はい、本当に今回怖いしか思ってないですね立ってる時。しかもスイッチもすごいしてくるんで、はい、さあ切りついてきそうですね。タックルに行ったら朝倉カンナテイクダウン、ただエスケープしようというレイナです。中央手の状態レイナ抜け出そうという抜け出すか、ただ男性に行く思い切ったタックルではありますね。はい、でも、まあ、準決よりは決勝の方が体も動いたしすごいやりやすかったですけど。いやー体幹強いよ。さあ両者離れました。川尻さん、今のファーストコンタクトはどうご覧になりました？ いいタイミングで浅川選手タックル入ったんですけど、やっぱそう簡単にはテイクダウンして背中つけさせてくれないですね。レイナ選手ポップメーカーやこのレイナ掴みにかかる。そして離れ際パンチを出していったのはレイナ。いや緊張感ある。これはダメですね。でもこのタックルダメだったあと気をつけろっていう練習もやってたんで。なるほど。はい、これでサッカーボールとか来るんで。あんまりタックル仕掛けて左です。切られるの嫌なんだよね。おー、ミドルキック。おー、いいボールだ。前に来るぞ。さあ、組みついていった。シングルレッグを狙った朝倉カンナ。もうやりたいことは決まってますよね。そうですね、もう本当タックル狙ってます。打撃戦だったらね、やっぱりもう出たのははるかに技術上ですから、はい。まだテイクダウン。ただこうなった時タックル、今状態を作らせてどうしていきました。いや本当に倒したかったです。もうやっぱプレッシャーレイナさんもすごかったんで絶対倒すと思ってましたね。でもういきなりサイドです。この時はただキープ、まずはキープってもずっと練習してきたんで本当そのイメージでしたね。僕と取れたと思ってもうイメージ通りだっていう感じでしたよね。これやったことあるなっていう。さあレイナピンチとなりました。後ろを取ったのは朝倉カンナ。そしてチョークスリーパー。もうこの時でもう入ったと思いました。入ったチョークスリーパーどうか。レイナエスケープ入るか。入ったかな。どうですかこれ。チョークスリーパー入っています。入ってんじゃない。失神してるのも分からなかったんで、そうですね、すぐとっさにレイナさんの方に行きましたね。この時レイナさんから何か言われたら覚えてますか？もうありがとうみたいな感じだったと思います。自分は本当にできない子だったんで、こうでもずっと続けてればどんどん強くなれるし結果も出るんだっていうのをみんなに伝えられるような身近に感じれるチャンピオンみたいな、そういう選手になりたいです。
チノカは一体いつからこんなことになってしまったのか。あ、かわいい。じゃあおはぎ、こっち向いて。君いつまでやってるんだ。そろそろ仕事したまえ。ちょっと待ってください、なかなか角度が決まらなくて。角度がじゃないんだよ、こっち向いて。てか犬連れてきちゃダメなんだよ。犬じゃなくておはぎなんですけど。犬じゃないか。おはぎやんな。てこれめちゃめちゃうちの娘かわいいやろ。ほんま癒されん。ゆうちゃんもええやろ。ここまで正面から奥さんの自慢できる日本人なかなかいませんよ。ゆうちゃん今度ナイトプール行かへん。家族自慢からのナンパ、メンタル強すぎるな。食うな。君は食うな。食うかパソコンかどっちかにしなさい。食うのかよ。こちらでいいでしょうか。え、鉄板で。自分鍛えてるんで。仕事してくれ。いい笑顔だ。あー、まずい。このままではまずい。引き締めなくては。というわけでこの AK レーシングの CM 制作を何としても我が営業参加で勝ち取りたい。他の部署と差をつける意味でも何が何でも勝ち取りたい。クライアントを納得させる何かいいアイデア誰かあるか。はい、やはり実際に座ってみると疲労の軽減と集中力の持続を感じます。ここを前面に押し出すのはいかがでしょうか。なるほど、急にまともだ。いいね。他には。やはりこの内部メタルフレームが再設計されたことによりよりゆったりとした座り心地になったことを取り上げるべきだと思います。いいよ。私はむしろアームレストの位置を自由に変えることができることにより自分の快適なポジションに作れることに注目するべきだと思うんですよね。うん、確かにお前らやればできるじゃないか。他には。僕はフルフラットになるリクライニングシステムも見逃せません。オフィスでのリラックスには欠かせませんからね。そうだ、いいぞお前ら。もっとくれ、もっとくれよ。この椅子おはぎにぴったりだと思うんです。いつもベッドかここにいるんです。どうした、また犬の話したな。だったら俺も六本木にもんちゃん二度ですごいよって言われてます。どうした、六本木の話なんかしないぞ。私はむしろ肌は綺麗って言われます。椅子はどこ行った。床が傷つきにくいキャスターで転がる時の騒音がほとんどないのもメリットだと思います。君は真面目だな。真面目だ。そのまままっすぐ座ってほしい。でもここだけの話、これに座ってからすごい三日月蹴りのキレが良くなったんですよ。理由教えてくれよ。いやそれは違いますよ。だろ、三日月蹴りより後ろ蹴りの角度が絶妙に良くなったと思うんですよ。蹴りの種類を指摘してるんじゃないんだよ。いやむしろ肌の張りが一番実感できます。まあそればっかりだな。肌は間違いなく関係ない。やはり耐久性に優れた上質な素材感も見逃せません。かわいい、俺はお前が一番かわいい。見て、おはぎが眠いって言ってる。やっぱりこの椅子がいいみたいです。いいしなさい。ほら、俺体めっちゃ柔らかくなったんですよ。家でやりなさい。むしろ唇のボリュームがやばくなったんですよね。肌じゃないのか、唇は知らない。見てください、こんなことができるようになりました。もうなんて言っていいのか。あ、私のローも見てください。俺の飛び座蹴りも高さヤバくないですか。むしろこのオーバーハンドヤバくないですか。こんなこともできます。何してんだ、もう君たちでやめなさい。いかがでしょう。全然AK レーシング関係ないじゃないか。ほんと勉強しなくしてこい。出てけ。究極の椅子論争に終止符。思考の一体感と快適性、世界が認めた AK レーシング。今あなたの仕事と暮らしを変える。すいません、新しいお茶が入りました。また鉄板、しかもでかい。帰りなさい。 AK レーシング。試合の後インタビューでこれ座るじゃないですか。これ結構楽しみなんですよね。これあればもう寝れますね。これいいですよね。1台欲しいですもん。部屋に1個。あ、回りますね。ぐるーんってぐるーん。このベルト巻いたのが初めてで本当にすごい嬉しいです。人生初のベルトですか。人生初です。諦めずに格闘技を続けてきてよかったです。本当にありがとうございます。ちらっとお父さんも映りました。お父さんにも何か一言。まあちっちゃい時は本当に格闘技が嫌いだったんですけど、それでも自分を強くしてくれて今は本当に感謝してます。おめでとうございました。見事チャンピオンとなりました朝倉環奈選手でした。
久しぶりすぎてみんなが腫れ物触るみたいにちょっと扱ってもらえるので全然大丈夫なんで普通に接していただけると一番ありがたいと思います。初めて落ちたんですけど絶対負けたくなかったんでそこだけは譲れなかったというか逃げれるとも思ってたしなんか変な夢見てました。なんか楽しい夢を見てましたけど気づいたらみんなが周りに結構5、6人いてあ、なんだこれはなんだこれはみたいなMMA の厳しさっていうか、まあ、難しさっていうのを学んだ試合だったなと思います。ていうか今まで6年間がうまいこと行き過ぎてたんですよそう私の人生は本当にもうそんなうまいこといかない。でも、うん、こっからまた強くなれるから。よく頑張ってるんだよな。ちょっと次、はい、うん、OK。同世代としてやっぱすごい刺激になるし一緒に優勝できて本当嬉しかったですね。マジで泣いてたぞって言ってました自分もチャンピオンなのになんで泣いてんだと思って天心が勝った時より嬉しいすごくやっぱチャンピオンなったはなったでこう多分思われる側にはなると思うんですけど、レイナさんは逆にこの位置だったんだなって思うともう本当尊敬でしかないですね。こんな追われて本当に優勝できてよかったですけど、女子格闘技がこうやって盛り上がってきてるのはレイナさんがいてこそだと思うので、本当にもともと立ち技の選手が MMA に挑戦するってことはすごい勇気も覚悟もいることだと思います。そんな中試合をして結果を出しているレイナさんを本当に尊敬してます。レイナさんありがとうございました。あの後レイナちゃんと何かやり取りをしましたか。リベンジするからなって笑いながらですけど言われて、リング上で言いましたよ、私は必ずやり返すからってじゃないと面白くないじゃないですか。まあ、そういう試合はちょっとやらざるを得ないだろうね。そうですね、まあそうですね、やりますよね多分。本当はやりたくないですよ、もうやったのにって感じですよ。本当はやりたくないけど最終的に一番になるのは私だと思うのでちょっと怖いですねいやでもさすがリンさんって感じですね